どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、コメント一つご紹介したいと思います。指がなぜそんなに自由に動くか知りたいです、ということでコメントありがとうございます。左手のフィンガリングはですね、いろいろ練習方法はあるんですけども、その中で僕が今でもやってる練習方法が一つあるので、それをねご紹介したいと思います。非常に効果的で、指がなんかこう自由に動くようになったので、ちょっと参考にしていただけたらと思うんですけれども、まずですね、左手だけで弾くんですよ。右手は使いません。なので、この辺とか持っててどこでもいいんですけどね、持ってて、でフレットラップ、これあのミュートする道具なんですけど、こうフレットラップというのを巻いて、ない方はタオルとかハンカチとかでいいです、を巻いて弦をねミュートするんですよ。こんな感じでね、で左手だけで弾くという練習方法なんですけども、例えばドレミファソラシドですね、6弦8フレットからこれがねめちゃめちゃ効きますね。いろんなポジションでやるといいと思います。例えば C からとか、ね、ハンマリングプリングを入れてもいいんですけども、入れない方が自由度は上がると思います。ハンマリング入れると、例えばラから始めると、こういう感じ、プリング入れると、こんな感じなんですけど、入れない方が弦をに指を固定していない状態になるので自由度が上がるんですよね。こんな感じですね。で、この練習は早弾きギタリスト界ではなんか常識といいますか、早弾きナスノさんとか石原拓実さんといったギタリストの方が YouTube でやってらっしゃったんで、そちらも参考にしていただけたらと思うんですけども、非常にね指がね滑らかに動くようになります。G からのパターンもやってみましょうか。こういう感じですね。で、もっと高い方もやってみましょうか。レから。ミから。ファから。
これね結構効くんですよ。であとはですね、ちょっと順番を変えたりして、という感じでですね、左手だけでまず弾けるようにしとくんですよ。でそこに右手は添えるという感じですね。こんな感じでね、練習していただけますと指が自由に動くようになると思いますので、参考にしていただけるとこれ幸いです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。